本ハム、選抜陣充実の裏で悩ましい救援陣問題、新庄監督の構想に暗雲。さっきリーグ再開からの巻き返しを狙う日本ハムがキャンプインを前にある問題に直面している。選抜投手陣が充実の一途をたどる反面、懸念されていた守護神を含めた救援陣の整備が遅れ気味だからだ。あるチーム関係者が苦渋の面持ちでこう語る。監督を含め首脳陣は当初、昨季シーズンを通して定まらなかった抑え役に球威と強心臓を兼ね備えた伊藤を抜擢したかったのですが、本人は選抜を希望。そこで昨シーズン序盤に中継ぎで9試合連続無失点を記録した吉田と、ソフトバンクに移籍した近藤の人的補償でチームに加入した田中正義を守護神を含めた中継ぎ候補にしていたのです。ところがこの2人も選抜希望を表明。おかげで構想が振り出しに戻ってしまったのです。今年も抑え不在か。斉藤でええやん。和製藤波やぞ。斉藤幸也のコントロールが奇跡的に良くならない限り今年も固定できないわ。杉浦でええやん。誰が見てもできるけど、選抜が A で不在なのはもどかしいわ。北山はストレートが浮くの改善できなきゃ接戦で使いづらいし、石川もトミージョン前に戻ったところで抑え失格になった状態だしや。まあ選抜候補が10人くらいいるから、溢れた人が必然的に後ろに回るやろな。どうせ勝たないんやし抑えいらんやろ。上沢加藤もあと1年でいなくなるし、もうおしまいどす。西武もロッテも選抜希望だらけで、リリーフめちゃくちゃやな。やっぱりこの3つが最下位争いや。伊藤、選抜、吉田と田中、中継ぎ、これが無難では。伊藤は実績あるから希望していいけど、吉田とジャスティスは中継ぎよりはマシだろうに、みんな嫌がってるのか。球団がインセンティブつけなきゃ。笹岡、全員選抜構想やぞ。全員完投すれば抑えなんかいらんやろ。チャンネル登録よろしくお願いします。